例えば、書類のやり取りとかって、日本は、領収書をハンコで、こう、押して、郵送するみたいなのが、当たり前になっていて、で、契約書に関して3万以上だと、印紙を払わなければいけないみたいな、ものすごく非効率なことをやってるんですけど、あれはなぜやってるんですか？だって、請求書って本来なくてもいいんですよ。銀行の振り込みの履歴があれば、それで十分なんですよ。税務法的には。ただ、それがなんとなくあった方が税務署に説明しやすいよねっていう慣習で、日本中で請求書のやり取りがしていて、しかも、ハンコを押さなければいけないっていうやり取りをしてるんですよ。ハンコはなくても全く問題ないんです。請求書はメール一通でいいんです、本来は。だからその、世の中自動化できることっていうのは、腐るほどあるんですけど、それをしないのが当たり前になってるんですよね、日本は。だその、まあ、海外で仕事してる会社っていっぱいあると思うんですけど、海外と仕事してる会社で請求書の郵送なんかしないっすよね。で、じゃあ税務署が海外の請求書を判行してないんですけど、なんて言うわけないじゃないですか。だから別に税務署ってそんなの全然関係ないんですよ。ただ、慣習でやってるんですよ。あと、印紙税もやめてほしい。その契約書の3万以上の契約書には必ず印紙税っていうのを、印紙っていうのを買って貼らなければいけないみたいな。でもあれが PDF だといらないみたいな。なんだそれっていう。あ、今5万以上でしたっけ？あ、税務署の人と話したけど面白そうなんです。そう、税務署の人ってね、面白い人多いんですよ。税務署の話僕父親としたことはあんまりないんですけど、あ、僕の父親昔税務署で働いてたんですけど、税務員っていろんな会社に行って、で、要は、入る会社って変わった会社が多いんですよ。すごくまともなきちんとしてる会社には税務署は行かないじゃないですか。だから、変わった会社見てる率がめちゃくちゃ高くて、おかしな人をいろいろ見てるから、話聞いてるとすげえ面白いんですよ。で、税務署の人って、相手を怒らせてもしょうがないので、めちゃくちゃ嘘うまいんですよ。いかに相手を怒らせないで、その場をまとめて、きちんと必要な情報をもらって、で、きちんと情報をもらった後に請求するのは別の部署なんですよ。だその、請求するのがそういう人の場合って揉めるんですけど、情報を取る部門の人は揉める必要ないので、すごく仲良く、ああ、そうなんですか、そうなんですね、と、いや、わかんないです、みたいな、アホの振りとか超するんですけど、っていうのを分かっててやるんですよ。なので、めちゃくちゃ面白い。税務署の人。あ、ちなみに、すげえ無能な税務署の人います。気をつけてください。人それぞれです。まあ、なんか、どこ税務署がどうみたいな話をすると微妙なんで、ただ、3年に1回みんな、移動するので、どこ税務署の人がダメって言っても、その人すぐいなくなるんで、怖い税務署にはいますか？いません。かけてもいいけど、怖い税務署員はいないと思います。100% いないと思います。例えば、差し押さえをするときって、別にその、ヤクザみたいになんかドア蹴ったりとかしないんですよ。裁判所に行って令状を取ってきて、銀行の口座を押さえるだけなんで、物件やるときも裁判所で、差し押さえの、なんだっけ？執行官が代わりにやるので、税務署の人が一緒にいることもないんじゃないかな。そうそう、ニコニコして全部奪ってく。裏でニコニコしてます。現場にはいません。だから税務署の人に怖い思いをしたって人いないんじゃないかな。すごい腹黒くニコニコしてますよ、みんな。いやだからね、税務署優秀だからね、もうちょっと税務署を使った方がいいと思うんだよね。政治家の税金というか、政治資金報告書の管轄が総務省になっていて、で、あれを僕税務署がやるべきだと思うんですよね。税務署の方が優秀なんで、負の所得税の問題は、結局その計算しなければならないっていう負担の部分があるから、そういう意味で
ベーシックインカムの、本質的な部分でいくと、福祉としての予算はものすごく増えるんですけど、政府の間接コストを極限まで下げるということで、結果として国民が得をする割合を増やすっていう部分にあるのではないかなと僕は思っているので、言ってることわかる？例えば、国の予算が100万円ありますと。で、10人に10万円ずつ配りますって言ったら10人10万円得じゃん？でも、それを配る人を雇いました。この人月給80万円ですって言ったら、20万円しかないから、1人2万円になっちゃうじゃん。で、1人2万円になるために、税金100万円集めるんだったら、それ最初からやんなくていいんじゃねってなっちゃうじゃん。なので、中間コストっていうのをいかに下げて、取った税収をそのまま国民回すっていうのにしないと、システムを作る意味がないっていう。日本は割とやりがちなんですよ。中間団体を作って、そこになんか第三セクターを作って、で、そこになんか天下りの人たちを入れて、なんかよくわかんないうちにお金がいっぱい取られて、結局配るはずのお金がなぜかほとんど消えていたみたいな。うん、それをやるのはどうなのかなと思ってるので、で、結局その税金を計算して人によって払う額を変えるっていうのは、一人ずつチェックして支払い額を決めるっていう、行動が必要になるので、それだけコストが増えてしまうんじゃないかなと。そうそう、社保庁でね、10万人ぐらい働いてますから。マイナンバーと連動させて自動計算できるのでは、僕ね、できない気がするんですよ。なんだろうね。世の中で僕が合理的にできるだろうと思ってることでできてないことがいっぱいあるので、多分合理的にできるだろうと思っていて、そうした方がいいと思うということは多分できないということなんですよ。軽減税率ってわかります？消費税。8% から 10% に上げますっていう話あるじゃないですか。で、その代わり、そのなんか、新聞とか、なんか、食べ物とか、なんか、で、コンビニで買った食べ物は軽減されるけれども、コンビニにベンチがあって食べた場合は、軽減税率にならないとか、なんかね、すげえ細かいルールを作るんですよ。で、それは、じゃあ、納税するときに、このコンビニにはベンチはあるんですか？そのベンチは何個ですか？で、それを買ったのはうどんなんですか？サンドイッチなんですか？みたいなのを、いちいちチェックしなきゃいけないんですよ。っていうのをやろうとしてるんですよ。で、すげえ無駄でしょ？で、必ずね、政府ってね、そういうね、無駄を作ろうとするんですよ。で、無駄を作ると、そこに利権団体ができて、で、そこの利権団体に職員が行ったりとか、そのなんか、給料が払われたみたいな構造が作れるから、政府の人は利権団体を作りたいんですよ。なので、マイナンバーで自動計算っていうのは多分できないんだろうな、と思ってます。まあね、だから政府の公務員をいかに減らすかっていうのは、本質的には難しいんじゃないのかな。軽減税率で得をするのは公明党だけ。公明党が賛成してるんですけども、公明党の支持者は頭の悪い人が多いので、軽減税率が得をすると考えているバカな人が多いんじゃないでしょうか。で、これを否定したいのであれば、公明党が軽減税率を、推薦するのをやめればいいと思います。で、もしくは、軽減税率をすることが、どれくらい社会にとって良いことなのか説明してもらいたいです。あ、これ眩しいのは、後ろにライトがあるからです。僕前のは。チック症であること自体は否定しないです。うん。あと、こう、フランスのパリで、夜の8時に飛行機に乗って、で、映画を見て、まあ、エコノミーなんですけど、で、昼の3時ぐらいに羽田に着いて、で、そっからテレビ朝日に行って、収録が16時とかそういう感じなんで、基本全然出ない状態なんですよ。なので、明るい光に弱いっていう、そういうことです。あ、僕、大体エコノミーですよ。最近もうアップグレードされないので。昔、ANA って、パリ便が成田空港便と羽田空港便があったんで、運がいいとアップグレード勝手にされてビジネスクラスに行ったんですけど、
成田空港からパリに行く便っていうのがなくなっちゃったので、アップグレードされてビジネスクラスということは一切ないです。でもエコノミーで別に困んない、マイレージで普通にエコノミーのに買って乗ったりします。